今日未明の伊丹市内の映像です。住宅街の広い範囲が浸水しているのが分かります。乗用車数台も半分以上水や土砂に埋もれてしまっています。大雨の影響で伊丹市荒牧6丁目の天神川で工事中の堤防がおよそ30メートルにわたり決壊し氾濫を起こしました。この影響で828世帯に一時避難指示が出ましたが、現在は解除されています。怪我人はいませんでした。天神川は周辺の地面よりも川底が高い位置にある天井川だということで、当時堤防を強化するなどの工事が行われていたということです。一夜明けた現場では激しく降った雨の影響により工事中だった堤防が決壊し、川の近くに止めてあった車まで土砂が流れ込んでいます。車は土砂や岩に埋まり完全に身動きが取れない状態に。重機も入り撤去作業が続いていますが、あと数日はかかる見込みだということです。住民らも泥をかき出す作業に追われていました。そんな経験今までしたことなかったんで、そして車とかもやっぱ流されたりとかしてたんで、もうとりあえずもう心配で、初めはもう公園で子どもたちがはしゃいでるのかなぐらいの感じのざわざわとした声だったんですけども、でも見てみたらもう浸水してたみたいな。兵庫県によりますと、床上・床下含め40件ほどの浸水が確認されているということです。県は堤防が決壊した詳しい原因を調査しています。